おいじゃあヘイルスのラボにやってきたけど、うん、前回入った時はあのお寿司の切り身みたいなしか置いてなかったから何にもなかったもんね。ちょっと待って、ガランとしたガレージだったけど今も切り身見えてるけどさ待っててもね別に何も、なんかでもテイルスのことだからちょっとなんか新しいマシンを用意してたりするのかな、うん、新しいかどうか分かりませんけど、うん、おえすごっ、そこ動くようになってんだ、えすごっ、メカニカルになってるこの切り立った崖丸ごと滑走路ってこと、おやってんなテイルス、すごい技術力だよな。出たトルネード号、うん、来たね、真っ赤なトルネード号、いや赤いのかっこいいよな、うん、クラシック時代だよね、赤いというか、まあ、ソニックがもともと赤いトルネードだったんで、うん、うん、いや超いいじゃん、あのガランとしたガレージにまさかこいつが隠されていたとは。よし、じゃあ行くよ。どこ向かうのちなみに、これなんか行き先とかの話ってありましたっけ、あのエッグキャリアをね追いかけよ う、 そういうことですね、はい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 、あ、ステージ始まっちゃった、スカイチェイスだって、うん、ミニゲームみたいのが、ああ始まってます、あ危ない、シューティングステージですね、はあ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 、一応なんかショット的なこと言って、操作方法とか解説ないんだね、ね期待始まったね、うん、一応なんかアクションボタンで銃は撃てて、て、うん、あともうすごいすごいこの角度で動き回ることができるという感じかな、うん、そのくらいだなアクションは、なんかカーソルがあるんで、うん、カーソルの中に敵をこう収めると、うん、なんかホーミングミサイルとかが撃てたんじゃないかなと思うんですよね、違ったかな、それはもしかしたらもうちょい先かもしれないです、なるほど、ちょっとこれもどの敵狙ってるかいまいちちょっと分かんないけど、あとりあえずエッグキャリアに近づいてはいるみたい、うん、あこれかなカーソルって、撃墜できてるよね、うん、相当速くないですかこのトルネード号くん、確かにエッグキャリアこんだけターボエンジンみたいなさ積んでんのに加速が簡単に追いついたけど、確かに加速力が違いすぎるな、あ難しい、ちょっとなんか相手の弾も速くなってる、うん、トルネードのねあのダメージアニメで下に、あ本当だ、体力見えてなかった、気をつけながら、気をつけよう、えでももうねエッグキャリアの真横までつけてるから、うん、すごいスピードで追い上げたけど、なんかさあの、うん、アイスキャップもそうだったけどこれ、ね、うまく、ね、進めてるのか分かんないこの不安な時間が発生するんだよなそれイカドベンチャー何なんだろうなこれ、いやなるようになるだろう、言うても90年代の 3D アクションだしな、ちょっとこの不安な時間だけちょっと今のところ引っかかってるんだけど雰囲気楽しんでくださいよ、確かに、あなんかやっぱあれだね、フォーミングある、なるほど、ちょっと今したよねきっとね、できてるのかな、あこうかな、うん、カーソルが合ってる敵にショットぶち込むとどうやら弾の種類が変わるっぽい、うん、上をこう、うん、なんかまたいだ感じだよね今ね、うん、なんかそうね、ぐるりとエッグキャリアの上につけて、キャリアの側面にも砲台がたくさん張り付いてましたけど、あ、なんかすごいでかい雲に入っちゃった、イーゲタっぽい、スカイチェイスはクリア、どうですか、こんなもんからった人頼むんだよ大丈夫か、小型プロペラ機に放つレーザーじゃねえって、あーまずい、あステージ的にはクリア、激チェイス41、ふざけんなよこれ、半分もいけたかった、100で折れる人いんのこれ全くなんか撃墜してる感覚を手に入れられなかったな、音が可愛くて入ってこないよ危機感がテイルス、テイルス、テイルス大丈夫か、あ、アドベンチャーの頃から、この頭から墜落するみたいなシーン、あるんだね、うん。ありますね。足から落ちてたけどね。確かに。ちょっと矛盾がありますけど、お兄さん見られてますよ、女の子に。不審がられてますよ。ちょっと恥ずかしいとこ見られたよね。うん、あ、で、ステーションスクエアから再開だ。うん。テイルスとはぐれちゃいましたね。まあ、テイルスは飛べるから、無事ではあるんじゃないかなと思ってるんだけど、どうしようかな。夕方だね時間は、そうだね、
とりあえずじゃあちょっと外に出てみようかな。本当に放り出されちゃった感じだな。どこ向かったらいいんだろう。情報収集からだけど、テイルスと合流したいところですよね。そうだよね、あれなんか駅員さんかな。おや、こんにちは、お話ししましょう。テイルス知りませんか。必ずやるやつ。我々は断固戦うぞ。会社の勝手を許すな。あ、そうじゃん、駅員がさ、ブラック企業に勤めてる駅員がぼやいてたよな、ね、駅のホームで。あ、お客様ですか。ただいまスト決行中であります。ストというのはストライキの略で、働きやすくなるように仕事を止めて話し合ってるんであります。長期になるかもしれませんです。はい、ストライキ中なんだけど。あ、じゃあ電車使えないってことってことっすね。あ、入れないわ。ミスティックルーイに行くことができるのかと。確かに。ということですけど、今んとこ行けなそうだね。じゃあどうしよう。ミスティックルーイではないなということで、ちょっとごめん、迷子の子にも話しかけてみようかな。ストになっちゃった。これじゃあお父さん帰ってきたけど帰ってこられないよ。確かに、ずっと待ってたのにね。この町にいない可能性もあるのか、お父さん。かわいそすぎる。行ったんだろうね。こんな都会に一人置いてけぼりで、この町にいない可能性もあるの、心細すぎるだろう。好きだよ。さっきのおっちゃんはどこ行ったんだよ。なんか世話してくれそうだもん。あ、確かに。あれ、この人かな。こんな感じだったよね。こんな感じだったね。あんな大きなものが空を飛ぶなんて見なかったことにしよう。そうだ、それがいい。現実逃避おじさん、エッグキャリアをなかったことにする。どうしようかな。ちょっとこの市役所も開かないかな。開かないね。行けるようになっているところが他にないか探すしかないっすね。ちょっとぐるりと見て回ってみるか。あとはおもちゃ屋さん、バーガーショップ、ツインクルパークの入り口、あれ、お、まさかだ。あ、店内に入ってきてる。店内に入ってきてるけど、カウンターにもテーブルにも座ってなくて怖い。ドキドキガチガチ動けないなんてダメよ、こんなことじゃ。私、勇気を出してさらに一歩踏み出すなよ。ちょっとこっちの男性側はどうかな。ピンクの女の子、世話しなかったな。ピンクの髪の子って、これ、エミちゃんのこと？バターンと入ってきて、ダダーンと出ていきました。ん？あ！まさか。エミちゃんの気配がする。エミちゃんの目撃情報が、こんなところにありました。ねえ。エミちゃんと会いたいな。会いたいけど、でも行けるところも限られてるしな。ちょっとおもちゃ屋さん入るか。おわ、入れるよね。こんにちは。自分を信じて生きていれば怖いものなどありませんよ。あ、なんか素敵なことをおっしゃってますけど、友達に会いたいんです。どこかな。あとはあ、ここ入れるようになってる。あ、ここって入れなかったかもしれないね。ここそうだよね、閉じてたから、あ、こっちかな。下水道ですけど、結果下水道に来ちゃったけど、あ、なんか上に行ける。上が空いてるね。上空いてるよね。上に行きたいんだけど、ちょっとギリギリヘリに引っかかっちゃってないこれ。おお、あ、なんか出れそう。しかしうまく、なんか、あ、なんか行けないのかなこれ。行けない感じだね。あ、落ちてくるってパターンもあるからね。あ、確かにね、こっちから登るんじゃないのか。で、ここも通れないし、え、ここではないか。あ、行けるとこだなと思ったんだけど、ここじゃなさそう。じゃあトゥインクルパーク行くしかないかな。まあ、行けるところっつったらそのぐらいかな。そんなもんだよね。まあ、カジノの方とかもあるっちゃあるか。カジノってあれ駅からじゃなかったっけ。別のところから入ったか。そうね、他の道からも行ける。あのホテルの方からも行けますね。あー、ちょっと待ってよ、トゥインクルパーク行ってみようかな。ここもずっと気になってたしね、多分ステージ始まるんじゃないのかな。あ、そんなことない、何も始まんないんだ。ただいまカップルサービス中。そう、シャープ1でも
エミーちゃんと一緒に来るんじゃないかなって思ったりしたんだけど、うん、あやっぱこれカップルじゃないと入れない、一人じゃいけないのか、エミーと合流する必要が、そうだよね、ちょっと考えられるシナリオはだからエミーちゃんと街でばったり会って、うん、トゥインクルパークに入れるようになるみたいな感じだよね、うん、目撃情報もあるしな、もうちょっとじゃあ行けそうなところ探索してみます、ちょっとホテル側戻ってみますか、あでカジノ側は一応行けると、うん、はい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 、夕方から空いてんだね、あ来れた来れた、うん、このカジノエリアの空間に、うん、いたわけですね、エミちゃん、声可愛すぎないか、いや若い、ね、このなんかホギャルの感じだね、本当モダンエミーのデビュースで、うん、だいぶ今と違うよね衣装が ね結構チャラめな、あ、うん、エミープレイ可能だって、うん、来た、気になりますよ ね、 こっちもね、エミーちゃんと合流だ、なんかツイッターのねあの鳥みたいなのをこう小分けに抱えてそうだ、あれフリッキーだな、フリッキーですね、あ、はあ、うん、小鳥ちゃんと一緒に動き回ってるみたいだけど、追われてるからボディーガードしてよということでしたけど、ちょっと待ってよ、で合流して、うん、エミーちゃんと合流できたからこれでじゃあトゥインクルパークに入れるようになったんじゃないかななんて思いつつ、ちょっと向こうに行ってみようかな、入る理由はないけどね、あそうか、うん、まあ行ってみましょうよ、行ってみようね、行こう行こう行こう、ここじゃないか、あこれ駅だね、こっちかな、あこれか、エミちゃんと合流できたんで、これティンクルパック入るんじゃないのなんて思いますけど、そうだよね、ムービー始まっちゃって、エグマのロボット、イカスイの来たな、あんなやつ、ちょっとやっつけてやるぜ、風のクロノアであんなボスいなかったっけ、いましたっけ、風のクロノア、いましたっけ、こんな感じの緑帽子の敵いなかったかな、ね、こんな生かしたカップルもいないでしょう、ね、ツンツンヘアのこの字幕にないアドリブの吹き替え、次はエクワンロボットガンムシいいじゃん、生かしたカップルだから行っちゃおう、トゥインクルパーク入場無料ってだいぶ大盤振る舞いだね、来たステージ5トゥインクルパーク、カプセルを破壊し動物たちを救出せよ、いやエメラルドはないみたいですね、なるほどね、これ敵だよね、うん、おなじみのキキですよ、オッケー、キキって言うんだ、クラシックシリーズでもおなじみのお猿ロボットですね、え、これも敵かな、あ、こういう感じだ、うん、壊せないけどホーミングができると、あれでも、あ、あ、そういうこと、乗組員みたいな人を今縛いたってこと、だからゴーカートみたいな、はい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 、スペースゴーカートみたいなやつに乗りましたよ、はい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 、さんがツインクル、この独特の操作感でちょっと待ってやめて、バーガーの苦手とする、やだ乗り物系苦手すぎる、いやアドベンチャーこの操作難しすぎるんだって、ちょっとなんかこのぬるぬる動く、待ってスピード出さないで、始まった始まった、まだ慣れてないから行ってこい、ちょっとエミーちゃんは、エミーちゃんどこ行ったの、やばいリンクがない不安だ、待ってエミーちゃんはどこ行ったんだよ、おい生かしたカップルできたんじゃねえのかよ、ちょっとエミーが勇みすぎて先行っちゃったみたいです、だいぶ先行っちゃったのか、エミーはこの先でこれやってるんじゃないですか、あそういうこと、あキキはぶつかると倒せると、うん、はい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 、うん、集めてちょっと落ち着け落ち着け、あいいじゃんキャップもゲットして、減速とかも全然効かないんだけどとにかく壁にぶつかりながらゴリゴリ行くしかないのか、ソニックドリフトよろしく頑張ってくださいソニックドリフトも操作感大概だったけどさこれ難しいな、ドリフトとかできんのかな、ドリフトどうだったかな、そんな操作あったかな、ちょっと浮いちゃってるしねドリフトとかいうこともねえのかな、雰囲気だけ出してそんなゲーム性を求めないで何させられてんだこれ、よしよし、でもまああのなんつの落ちる壁とかもないし、うん、あのとりあえず進むように進めば、うん、まあ、いつかエミーちゃんと合流できんじゃないかなってね、うん、ちょっと楽観的に考えてる部分もありますけど、これワンチャンイキャップもできんじゃないね、結構そうですね、確かに、イヤホーいいね、あもうゴールかな、おっピーンと、オッケーオッケーオッケー、なんか入っちゃって、一
来た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 、何何ジェットコースターステージそのまんま、おい超愉快じゃん、何これ、なんかシンデレラ城みたいになって、バイキングもあるよ、いいね、ワクワク、あいいね、このジェットコースター乗り越えて、ご機嫌な演出、ここからやっと歩き出せるのか、ここからアクションステージが本格的に始まりますんで、キキ縛いちゃって、うん、いいんじゃない、ボムはしっかり回避、カンガルーゲットして、カンガルーじゃないかなこれ、カンガルーかな、なんか鹿かな、わかんない、鹿か、うん、無理くり無理くり軌道変えて、よかったんかな、ストライクぶち込んでストライクしたんすか、ね、今ねよくわかんなかった、これは何、どういう王冠からリングが溢れ出ているからってことか、ね、そうだね、リングいっぱい集まるねこのステージはね、うん、王冠はこれ触っても意味なしだ、意味ないんだ、うん、このキテレツなブヨブヨのやつ出てきた、あ、ね、倒せない、あ、強い、なにこれ、このゲル状の体はもうダメですね、ダメージを受け付けないんで、あ、なんか一回これしゃがむタイミングか、ダメージ与えられんのかこれは、上官が邪魔だな、ここか、あ、よし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 、頭を的確に狙ってね、うん、ライトスピードダッシュを使うまでもなく、いいよ、アメンボしばいて、こっち乗りついじゃって、なんか何出た、鹿かなこれも、うん、鹿ゲットして、あ、中間安心する、こいつら無視でもいいか、よしよし、あ、いいんじゃない、これはストレート、うん、2本しか飛ばないんだね、いやいいじゃん、バケもまあ確実にストライクてますから、うん、当たればいいみたいな感じなのかな、なるほどね、爆弾が、わ、爆弾のところで静止しちゃった全然避けるつもりだったんだけど、難しいよな、ずっとなこの操作慣れるのかな、結構まだ不安だわ、危ない、気をつけて、メリーゴーランド、今ちょっと言えてなかったかも、メリーゴーランド、メリーゴーランドって言ったのね、メリーゴーランドマリアあるじゃん、いいじゃん、はいよ、リング取って、危ない、カメラが難しすぎる、この景色でメリーゴーランド楽しめっていうクリンクルバーグの意図が分かりませんけど、確かにどういう状況なんだろうな、うん、元からこういうアトラクションなのか、危ない、オッケー、よしよし、ね、エッグマンがねロボット配置してますからね、そうだよね、エッグマンの仕業っぽいよね、可能性あるね、うんうん、オッケー、引き縛いて、こっちかな、お城登りついで、うん、こっちで合ってるか、なんかまあ来るように来れてはいるな、うん、お、ちょっと危険なエリアありますよ、気をつけて、よいしょ、危ない、あ、怖い、急に動き出したりするか、ソニックが、うん、危ない、いや、繊細な動きだね、カメラ大丈夫、いいんじゃない、いい感じ、よし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 、怖すぎ、これはああいうのなんてったっけ、バイキング、バイキング、バイキングでいいのかな、バイキング、パイレーツ、バイキング、パイレーツ、そんな感じだよね、バイキングっていうのあるよね、バイキングかな、じゃあそうか、いやあれ超苦手で、あ、そうなの、実際のやつで、ね、乗ったことないかもなんだ、あ、ほんと、うん、G がかかりすぎてさ、あ、そうなんだ、うん、結構ジェットコースターとか平気なんだけどね、うん、バイキングすげえ怖いんだよね、あ、そうなんだほんとは最近乗ったことないけどさ、そうだよね、うん、ちょっと、いやでも愉快だな、トゥインクルパークね、え、見た目も楽しい、なんかステージのね構造もさ、こうぐるぐる回ってちょっと上に登っていく感じで、うん、と面白いよね、こんなとこ進むんだみたいなさね、あのアイテムは、うん、すごいワクワクする、あれ無敵だね、無敵アイテムだけど、まあ穴を取って落ちちゃうよね、そうだよね、別にあえて取らなくていいか、うん、アリングの道じゃん、ちょっと待って、まあ、でもここで急加速するの怖いやな、いけますかちゃんと、よいしょ、ちょっと慎重に走ったら死ぬ、おお、オッケーオッケー、加速いきましたね、よしよしよし、もう一回ちょっとライトスピードを貯めて、うん、危ない、おお、オッケー、よしよしよし、リンクをしっかり取ってこれピキャップできるんじゃないの、オッケー、全然走れない、これが正規ルートっていうのが結構びっくりだよねこれ正規ルートなんだね、正規ルートだよ、そうだよね、なんか横道っぽいよね、ここしか道なかったもんな、リングしっかり取って、おいしい、よしよしよし、もうこのブヨブヨも無視して、もうカプセルですよ、オッケー、倒しやすい引きだけしばいて、チャオのためにウサギ回収して、なんかカンガルーみたいなのいるね、オッケー、ワラビーかな、ワラビー、うん、よし、ステージ5ティンクルパーク無事にした、うん、意味に合いませんでしたね本当にめちゃめちゃ先行っちゃってんじゃん、
一緒に入ったのに。OK, OK. Welcome to Tinku Park. うん。ああ、しまった。エミーとはぐれたな。あのロボットのやつ、エミーの方に向かったのか？入り口であったっきりだったよな。はぐれたっていうか。あーっと？ということ？トゥインクル、サーキット。サーキットか。っていうのもありますね。パークはまあステージ。うんうんうん。サーキットっていうなんかドアもありますね。っていう。はあ、手前はこれ。手前が入り口というか、まあその出口かな。ああ、そうか、うん。カメラが動くじゃない。そのエントランスをなんかスキップしてたってことでね、最初に入った時は。あ、そういうこと。うん、そうかそうか。じゃあ、トゥインクルパークの方に入ればさっきのとこだし、うん、トゥインクルサーキットはまだ行けてないのかな。行ってないってことね。ちょっとトゥインクルサーキット行ってみますか。あ、またなんかあれかな？プチステージというか。そうだね。あ、またこの。例のね。これだけ遊べるっていう。このホバーカート ?3 ラップ制ですよ。これ待って、よく分かってない。なんか、アクセルがあるのかな？アクセルあったんじゃないかな、一応。うん、アクセルと、アクセル離してブレーキとかなのかな？ちょっと忘れましたけど。あ、そうかも、これ。A ボタンで加速するのか。うん。うん、はい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 。うん、でドリフトとかそういう細かいテクニックはなくて、うんうん、本当にアクセルを離したらちょっと減速するから、うんうん、曲がってみたいな感じだったし、ね、すごい酔うんですけど。いや、すごいのよ、このカーブが。全然なんか G がなさすぎて気持ち悪いというか。そういうアトラクションなのはしょうがない。ふわふわだな。急な曲がり方するしな。うん、愉快な BGM と、うん、愉快な見た目の宇宙ステージ。まだちょっとこの展開の速さについていけてないし、このカードの操作感も難しくて全然トークに集中できないんだけどさ。トゥーラン、トゥーゴー。あ、3周すんのかな、はいはいはい。1周目はね、もうスピードも出てないですから、うん、仕方ないですよ、あんまりタイム出ないの。アケピもこれ難しかった、やっぱり。そう、覚えてない。あんまり当時のことは覚えてないけど、あ、いや、まあ難しかったんじゃないかな。ソニック R とかさ、ソニックドリフトとかの操作感に慣れてる人ったらいけちゃいますみたいなことだとしたら、いや、全然そんなことないだろ。そんなことないよね。まあ、ソニック R も大概の操作感だ。いや、あれは全然コントロールできないんだけど。むずい。ソニックのね、このなんか謎レースゲームはもうそういうもんだと思ってはできるしかないね。結構どんどん出てくるんだけどね、他のシリーズでもレースシーン。あ、そうか。恒例と言ってもいいレベルで出てくるから。なるほど、うん、ファイナルラップ出ましたよ。結構時間かかっちゃってますよ。これをクリアしたらご褒美があるかもしれないから。確かに、頑張ろうぜ。ちょっと頑張ろう。コース変わってるのかな。あ、変わってない。変わってないよね、うん、変わってない。慣れなすぎてずっと新鮮に感じてるだけか。同じところ繰り返してるな。ちょっと待って、マジで。ゆっくり。壁の加速が、壁ぶつかった時の減速がえぐくて、でも壁にぶつからさ、覚えないスピードの出方もするから。こう、ます。最後の直線。これだって取れてないもんね、全然。スピードに乗れれば取れるんでしょうけどね。そうなんだよな。ちょっとすいません。お見苦しい時間だったと思うんですけど。全然その爽快感の何もない。いやいやいや、見せられたな。一応マイラップずつ更新はできてたね。確かに。かすかな成長にちょっと喜びを感じつつ、この BGM なんか急にアンビエントなサウンド流れたよ ね。コンティニューのね。あ、ちょっと続けちゃった。ちょっと待って、待って待って、そういうことなんだ。続けるってそういうこと。そのゲームを続けたい認識だったからレースじゃなくて。リトライ性がすごい。え、どうすんのこれ、戻れないか。これはあれかな、まあ一回じゃあもうタイトル戻っていいんじゃないかな。タイトル戻っちゃおうか。確かに確かに。はい。え、じゃあ、え、本当に単純にミニゲームなんで。エンブレムはね、一個手に入りましたけど。あ、そうかそうか。遊んだご褒美としてね。なるほどね。ストーリー上はやんなくていいやつですね。そういうこと。そうか、まんまとツインクルサーキット楽しんじゃったっつうの。ん？なんだ？なんかカードキーみたいなの落ちたね。あ、一応これでいつでも。トゥインクルサーキット、うん、トゥインクルパークには入れるようになったんだ。そうだね。エミーちゃんはエミーちゃんを探しに行った方がいいのかね。そうだよね。うん。謎のカードキーも気になりますけど。カードキー拾っとこうかな。これだよね。うん。あ、どういうこと？触ったら回収じゃない？拾うのかな、これ。拾えるやつだね。
こっち側からか。ちょっと待って、マジでこれ難しすぎるって。いつ捕まえられてるかね。ちょっと待って、ここが。よしよし、はいね。社員カード、これであのビルに入ることができる。あ、閉まってたとこあったよね。社員カード必要なとこあったね。これだっけ、うん、そういうこと。どうぜ。来た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 。なんて、サイバーネットインク。ああ、サイバーネットさん、うん、サイバーネットさんということですけど、え、これカード持つのがいいのかな。ちょっと上がってみよう。社員、社員です。うん、新しく行けるところが。あ、なになに、展開が早い。急に始まっちゃった。ステージ6スピードハイウェイ。ビル入ったら、ちょっとソニックもだけど急な展開についてきたくて震えてるな。いや大丈夫、下半身はしっかりしてるから。これ髪がなびいてるだけ。なびいてるだけ。高層ビルの風ってこと。わかんない。スピードハイウェイっつったらね、うん、ソニックアドベンチャーの中でも有名なステージですから。あ、そうなんだ。もう気持ちよく走ってください。あ、すごい、いいね。はい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 、この摩天楼を突き抜ける感じね、うん、時間が進んじゃおう。とはいえね、まあ、後半ステージに入ってきてるんで、うん、まあ、しっかりあの丁寧なプレイングでね、確かに落ちないように気をつけろよってやつですよ、うん。了解だ。今何ソニック、いや、なんかわかんないけど、そういうセリフあったような気がする。うわ、ここ怖い。壁が。こっちか、合ってるこれ。こういうこと、いろんなルートがあるからね。あ、なるほど、うん。エネミー縛いて、ちょっとこれどこに、あ、こっちかな。これはアイテムあるね。トントン。バリアいいね。バリア美味しい。こいつ鬱陶しいな。本当にこのソニックアドベンチャーの時代っていうのは、どこに進んでいいのかってわかんないぐらいいろんなとこに動けるんだよね。本当だな。うん、これは近年のソニックシリーズにあまりない要素だよね。良、うん、くも悪くも自由度高め、うん、そうだね。大きな鐘を鳴らしてみましたけど、うん、何も起きないね。関係ないか。ちょっと壁ガシガシぶつかりながらだけど、このハイウェイステージ何度か駆け抜けていきたいところ。不思議な道路。危ない。 EGM がかっこよすぎるよね。サイバーネット株式会社みたいな感じだから、やっぱサイバーな BGM になってる ね。あ、上行ってみよう。いいよ。ちょっと制御できるか。早すぎるよ。大丈夫か。ここ気をつけて。あ、ここ怖い。ちょっと待って、ここ怖い。危険なゴンドラ。ここだ。こういうギミックもクラシックを彷彿とさせますよね。ああ、確かに、うん、スピードアップ全然活かせなかった。シャーダシ、シャーダシ。お、なんかヘリポート来た。かっこいい。ヘリコプターに捕まればこの先に進めるはず。来た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 。何これ。でも超クールじゃん。ミッションインポッシブル。あ、でもヘリポートというヘリポートか、うん、これでなんか街を飛び回ってくれるのかなと思ったけど、ね、来た来た。今度こそ線路を眼下にね。危ない。よしよしよし、スピード生かして。スリリング。どういうハイウェイ。すごいな、 G が。ここか、着手できる。着手して、いいね。オッケーオッケー。で、これ敵ホーミングして、え、どこだこれ。見えづらいね。あ、向こうの穴かな。で、なんかありますけど、あ、まあまあ下にも道はあるんで。そうか、下に降りちゃえばいいのかな。なんかでも足場があるね。あ、敵がどんどん増えてる。こうか。あ、うまくいったんで。あ、オッケーオッケーオッケー。とがって、そういうこと。下に着地しちゃえばいいか。うん、 OK。 よし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 。で、ロケットで、ね、そこか。はい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 。生地この入り口が見えてたから、ここに向かうのかなと思ったけど、いやー、やばいんじゃない。この壁を全力疾走で、かっこいい顔も映して。あ、すごい。ちょっと待ってね。ジャンプでよけて。いいね、そういうこと。 OK、 掴んだ掴んだ。ガラスを、ガラスを突き破って、すげえ、ぶち破って。今度は奥行きのあるステージ。ちょっと待て。後ろを避けて。いいよ、早く避けて。ジャンプして。いや、ちょちょちょ、いや、来た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 。よかったね、ガラスが落ちてきてかっこいい。よし、オッケー。忙しくてあんまり、すいません、演出に目がいけてないんですけど、これちょっと動画で見返しますわ。映画みたいでしたよ。すごいな。あ、まだ続く。ちょっと待て。息つく暇もなく。でもちょっと曲が爽やかな感じになって、うん、確かに。レンガの道は、あ、こっちか。なんかポスターもいっぱいあって気持ちがいいね。ポスターあった今。あ、ね、この辺のやつ。ポスターね、なんかある ね。何のポスターか分かんない。物がありそうな。あ、上にもあるわね。あ、まあこういうのもなんか一個一個見ていきたいけどね、なかなか。ちょっとどこまで行くん、むずい。
もう夜明けですよ。あ、本当だ、うん、外も明るくなってきて。あ、磁力バリアだったのに。あ、危ない。これ見えづらいけど、ほとばしってる時はダメージかな。あ、そうだね。 OKOK、 しばいちゃって。あ、上行けそうだな。なんか当時このエリアすごい好きだった記憶あるな。あ、そうなんだ、うん、なんか爽やかで、でもなんかいいね、この歩きたくなる。普通に路地を、うん、歩かせてもらえる感じ、うん、こっちかな。スピード感張って走った後にこのゆっくりっていうね、確かにね、うん、え、これむずい。え、どういうこと。バリアを取って、ちょっとこれあれだね、軸的にもう少し違う角度からジャンプしないと。どうしよう、こっちから、よいしょ。難しいね。全然無理。あのバリア諦めようかな。ちょっと難しいな。そこから乗るっていうのもおかしいしね。確かにね。俺じゃないんだろうな。乗るっていうのおかしい。でもここからジャンプでいけそうだね。よいしょ。あー、来た来た来た。ギリギリいけて。なんか謎のルートも見つけちゃって。ちょっと美味しいリング手に入れちゃって。上ルートいけるね。こっちもいける？じゃあなんだろうね。空間あるけど、空間ってだけかな。リングがちょっとあるぐらい。今の2個のリングのための空間、2リングのための空間か、ね、3リングかな。あ、本当にただ広い空間が広がってただけだな。あれ上いけるね。ちょっと待てよ、丁寧に。あー、うざい、危ねえ。ガラスが割れて、街壊さないでよ。 OK、 嘘だろ、難しすぎる。タイミングがうまくいけない。ダメか、ちょっとホーミング判定に入らなかった。車は危ないから気をつけて。まあそうだな、シンプルに、うん、ティカルちゃんは当たり前のことも当たり前に教えてくれるな、うん。まあ、ティカルちゃんの時代はね、車ありませんから。あ、そうだよね、うん、そういうことだ。その感覚なのかもしれないですよ。確かに、うん、私は知ってるみたいな。車は危ないものっていう。そうそうそう。かわいい、ティカルちゃんかわいいな、私は知ってるからね、教えてあげようっていう優しさが出てるな。ちょっと待って、向こうだよね。 OKOKOK、 また、あ、もうゴールですね。あ、ほんとだ。え、逃したとこないよな。爽やかな噴水ジャンプからの、よいしょ、スピードハイウェイクリアです。よし、 OKOKOK。 いや、やっぱなんかほんと行けるとこ多くて、なんか合ってんのかなみたいな、ずっと不安感あるな。いろんなとこ見て回りたくなるよね。うん、確かに。かグラフィックも綺麗で、うん、うん、俺版ののんびり歩くところ好きだったな。うん、 It's okay。 OKOK、 ちゅうことでスピードハイウェイもクリアしたけど、うん、あのカードキー、あれ何これ、超車出てきたな。そうだね、あのぐるっとスピードハイウェイビルから走ってきて、最後こう街に出て、うん、あの噴水広場がなんか視聴者だったんだね。ああ、そういう、ね、そこでここにぐるっと戻ってきたみたいな。なるほどね。それもなんか今アケピが当たり前に解説してくれたからついてきたけど、なんで俺ここにいるんだろうってなっちゃうよね。スピードハイウェイ自体がやっぱステーションスクエアの一部だっていうことがわかるんで、その辺も細かいですよね。なるほどな、アクションステージとはいえ。ちゅうことで、ちょっと待って、ちゅうことでだよね。あ、ちゅうことでだよね。放り出されちゃったけど、はぐれたら急にカードキー落ちてきて、うん、なんかなされるがままにここまで来たけど。そうだよね、結局エミーとはぐれたまま一夜明けちゃいましたけど。そんな感じだな、うん、あ、でもそうか、冷静に考えたらスピードハイウェイが夜だったから、うん、朝になってる感じだ。そうだね、時間が経ってエミーがあのティンクルパーク前とかに戻ってきてないかな。激横の可能性ありますよ。あ、何、待たせちゃったみたいなことで、うん、勝手にはぐれといてそれはないよね。あ、でもなんかいないな。とりあえずツインクルパークのところにはいなくて、あ、ストライキもまだ続いてるな。続いてんだね。なんか進捗あったのかな。ま、前で捉えないといけないのかもしかして。お、話が進展してる。進展してるね。話し合いの場が持たれることになりました。一方的な要求のぶつけ合いではなく、お互いが歩み寄れればいいんですが。そうだね、ちょっとこれから勝負ということか。うん、お迷惑おかけしております。ご不明されてますよね。そうですよね、すいません、すいません、すいません。謝りゃいいってもんじゃねえぞ。どうしよう、ちょっと待って。結局だから、ストライキ中でまだ電車は使えないから、ミスティックルイン側は行けなくて、ちょっとお嬢ちゃんの進捗も聞いとくか。早く電車動くようにならないかな。お父さんだって早く帰ってきたいと思ってるもん。
いやそうだよね、ちょっと電車使えないと戻ってこれるものも戻ってこれないというか、うん、ずっとここにいるってことだよね。そうかわいそうだなマジで。えどうしよう。えこれさ、あのサイバーネットインクの右側で上がったけど左側も関係ないね。同じです。ちょっとじゃあそうか、どうせスピードハイウェイに行っちゃうよって感じで、あと行ってないのはあれか、ホテル側か、うん、ちょっとじゃあホテルのプールサイドとかにエミーちゃんがいないかな。いてほしいね。お、なんか話し合ってますよ。女二人と男一人。うん、修羅場か。修羅場か。あるね、これ。こんにちは。こういう何とも悪く思わないのが一番立ち悪いのよ。ねえ。どう？話が見えないな。ひどいわ。私の他にも仲良しな女の子がいたなんて。もうこの人の、もうこの人信じられない。田舎娘かもしかして。あ、確かに。言われる的に。ウーワーの人か。ウーワーの人じゃないか。ウーワー言ってくれないと分かんないんだけど。僕には分からないよ。二人とも何を怒っているのやら。仲良く行こうよ、仲良く。ねえ。まあなんか。経緯が分かんないから、なんとか。ちょっとそうだね。ですけど。両手に花的なポジションだったのに、ちょっとここの二人がいがみ合ってるような。仲良くできないもんかね。無理でしょうね。無理だな。この状態から無理でしょうね。ちょっと、どうしよう。じゃあとりあえずこっちにも、エミちゃんいなかったんで、あの、カジノエリアの方に行ってみようかな。ね、どっちだっけ？これは出口か。これカジノエリアで。今のか。はい。こっち側行ってみて。エミはいない。あ、ムービーが。どこ行ったの？話が進んだ。捕まってる。ドタドタ。あのロボットじゃん。無視してたから。もういなくなったもんかと思ってましたけど。しっかりとまだこの辺を徘徊してたんだ。エミーがで。っていう感じでエミーが連れ去られちゃったけど、うん、これは、トゥインクルパークの通路かな？どうなんだろうね。トゥインクルパークとはちょっとまた別じゃないかな。この上よくわからないルートですね。まだ行ったことがない。上の通路どうやって行くんだろう。ですね。上の通路行きたいね。どうやって行くんだ。待って。ミスティックルイン行き列車、まもなく発車するのな。列車が動いてますよ。ストライキが終わったんだ。話し合いが、うん。片付いたみたいですね。あ、ほんとだ。駅に出てこれてるもんね。ね。え、ちょっと待って、ちょっとカメラがきつすぎるって。よし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 。え、ちょっとあの、駅員さんに話しかけてみようかな。ね、駅員さんがどうなったのか気になるよね。うん。体制は改善されたのかな？こんにちは。話し合いはうまくまとまったであります。ミスティックルーン行き列車、まもなく発車するであります。もう。詳細教えてくれないんだ。前向きに仕事に励んでるな。ね、いや、よかったよかった。ミスティックルーンには行けるようになったけど、そんなことよりもあの、連れ去られたエミーちゃんが心配だから、エミーちゃんのところに行きたいんだけど、あの通路がどうやって行けるんだろう。なんか駅から伸びてましたけどね。そうだよね。駅のなんか入り口があんのかな。ここカジノだね。うん、で、俺も外出ちゃうからね。そうだよね。え、どういうこと？え、でも線路だもんね。ここから？あ、こっちから行ってたっぽいね。なんかこの通路だったね。あ、これじゃない？ここか。ここを歩いてったんだ。線路の上を。向こうカジノだもん ね。あ、じゃあそうか、線路のこの通路を進んでいったからたんだ、ね、ミスティックルイン側に進んでったってことなのかな。そういうことですね。なるほどな。よく気づいたね。そういうことだわ、うん、はい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 。話せ話せ。まだエミーちゃんとの絡み全然見れてねえんだからさ。邪魔すんなよな。バーサスエッグマンロボットって感じかな。これは薄暗くなった。えらい。あ、もう頭上にエッグキャリアだ。音もなく突然現れたな。待て、あ、まずい。回収されてんじゃん。エミごとキャットられてる。また出やがった。え、どうしよう。
またテイルスの、そうだね、テイルスのトルネード号で近づくしかないよね。うん、テイルスにまだね出会えてないんで、うん、どうしたものかと。テイルスとも合流できてないのよ、どうする絶望投げっぱなしのどうしたらいいかな。背中に哀愁が漂ってましたけど、ね、押しようって感じだもんねソニックはね。本当だよね、うん、テイルスもさラボに帰ってきたりとかしてないよね。あ、ちょっと見に行ってみようかな、うん、テイルスも成長して帰ってきてんじゃないの。確かに無事に着陸できてたら家に帰ってきてる可能性もあるよな。ダメだこれもう切り身しか置いてねえよこのマグロの柵しか置いてねえな。こっちもこれもね結局発送路がバカーって開いて、危ない、あぶね、うん、そうね、なんテイルスどこ行ったんだよ、どうしよう、探すしかねえぞ。そうだよね、ちょっとじゃ あの探検隊の人とかに話しかけて情報収集してみるか、うん、今手がかりがなさすぎるもんな。うん、急いでソニック、山頂まで登ればまだ間に合うんじゃないかしら。あ、山頂まで登る、あ、これのこのこれを山として捉えていてますキカリちゃんはこれの山頂まで行ってみたらっていう話をしてる。こうしたらまだエッグキャリアに間に合うんじゃないかと。あ、浮いていったエッグキャリアに間に合うか、間に合わないか。間に合わないかな。いやいや、ヒカルちゃんが言ってんだから。確かにな。ヒカルちゃんは当たり前のことを当たり前に教えてくれるから。そうだよ。気づいたことは何だって言うんだから。了解だわ。ちょっとじゃあ、登ってみますか。あ、もしかしてあれか？アイスキャップの先にあった、こっちの扉が開いてんのかな？ありえますね。あ、そういうことだ。来た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 。開けた世界、山の上の方まで来てますね。うわ、すごっ、これ気持ちいいな。ねえ、一回橋もあるし。え、ここ自由に走れんだ。え、すごっ。おお、なんだなんだこれは。柵があって、機器がいて、壊せない。うん、え、これどうやって壊すんだろう。今じゃないのか、どうしたんだって状態だけどね、これは機器はな、ね、どういうどうしたらいいんだろうこれ。え、すごっ、むっちゃ広い。あれ、エメラルドの祭壇じゃないあれ。お、あ、行こう行こう行こう。え、すごっ、エメラルドの祭壇にこんななんかシームレスに行けるんだ。これは、あ、これアイテム、パワーアップアイテム、パワーアップアイテムだ。太古の光よ、太古の光ねえ、敵に向かってライトスピード、何それっていうことだけど、必殺技、ライトスピードアタックを発動させることができるわ。敵にも使えるってことだね。はあ、え、早速なんかエネミー現れないかな、ちょっと実戦で試したいんだけど。今までね、これ溜め切らないと、うん、あのレディーにならないと、うん、攻撃っぽいモーションにならなかったけど、敵に近づいた状態でいきなり放てるのかな、レディーかね。まあ、でもちょっと敵がまだ今いないんで、ちょっとそうだね、うん、エネミーが湧いたら試してみるわ。うわ、すごっ、見てやけちくん見てる見てます見てます、すごくない、見ました今、見ました、はい、見てる、見てます、広っ、いや本当嬉しいよねここね、すごっ、うん、いやこれ、いや親の顔より見たよこの祭壇俺の動画作ってくれた、いつも俺が使用する動画作ってありがとうございます。そう、親の顔より見せたよねこれはね。いやそうだよね、うん、編集のたびにこの祭壇見たからさ、ね、マスターエメラルド解説もねやってくれてたから、うん、この祭壇はだいぶ見覚えあるよ。そうなんですよ、ここに普通に来れるんですよ、ソニックで、ね、生身でエメラルドも置いてあるし、きたー、結構ねもう形しっかりしてますよね。ちょっと欠けてるのかな、ちょっと欠けてますね、うんうん、でもマスターエメラルドだ、うん、でもこれ欠けちゃってるから、うん、まあ、エンジェルアイランドが落ちてきちゃってるってことだよね。あ、そうか、そういうことか、うん、はいはいはい、つながったつながった、うん、空にあるはずなんで問題は、そうだわ、浮かんでる島なんで、なるほどね、うん、この欠けてる部分さえ治れば再び浮上するんじゃないかという話だ、うん、今ナックルが頑張ってるんじゃないですか。あ、なるほどね、そこはナックルズ編でというか、うん、はいはいはい、面白くなってきたね、それかのめっちゃそういうことだ、そういうね、他のキャラクターたちの影がちょっとずつこう見えてるっていうのも確かに楽しいっすよね、ちゃんとなんか群像劇になってんな。そうなんですよ、なるほどね。で、はい、ちゅうことで山の上に行くということなんだけど、まだ
上があるということか。ね、これアイスキャップじゃないの？アイスキャップもこの辺にあるはずですよね。そうだよね、うん、ちょっとなんか流れでこっち来ちゃったけど、ここより高いところがあるよねきっとね。いずれにせよ間に合わないとは思うんだけど、とりあえずティカルちゃんの言う通り山頂に行きたいから。そうだね、あのアイスキャップの方に行けってことなのかな。ソニック・ザ・ヘッジホッグ3&ナックルズの話を持ち出すと、うん、アイスキャップの隣にもちゃんと山はあって、はあ、そこにはラバリーフっていう、はあ、溶岩の世界が広がってたんですよね、そこがまあ一番高い山ということになるんじゃないかと思うんですよ。そういうことだ。じゃあ、はい、このアドベンチャーもそうなんじゃないかと踏んで、アイスキャップのあの氷の部屋に、うん、何かあるんじゃないかと。ここだ。え、でもはしごしかなかったよね、言うても、うん、そうよね。ここなんか謎の湖があって、うん、ほんとなんかね、何なんだっていう湖ですけどね、この湖の存在は謎だよね。え、で、そう、はしごがあって、上登っちゃうとアクションステージですけど、え、ちょっとぐるりと見てみるか。綺麗なとこだよね。寒そうだけど。寒そう。ハリネズミは寒さに強いんですかね。あ、どうなんだろう。確かにね。体温調整とかさ。うん。気使う動物とかペットはいっぱいそうだけど。確かに。ハリネズミはそこのとこどうなんだっつう話だけど。その、アイスキャップしか入り口ないけど。登っちゃっていいのかな。登ったらでもステージ始まっちゃうんで。始まっちゃうから関係ないよな。そうか。え、わかんねえな。うん。行けるところも。この湖は意味深だけど、マジで意味わかんないよな。なんもない、ね。いないしね。うん。登るとこも、ないよな。これ登れないもんね。なんもないよな。なんか落ちてるとかないよね。特に何もなさそうですね。なさそうだな。ティカルちゃんに登り方聞いてみる。そこまでは教えてくれないんじゃない？あ、でもちょっと待てよ。あれか。あのキキちゃんが捕まってた場所が一応まあ。山の隣っちゃ山の隣だよな。うん。一番怪しいよな、ここは。そうだよね。これなんかキキが、おいっつって。助けを求めてるよな。求めてるね。え？ホーミングが高くて壊せないし。なんだこれ。ああ、まあ、でもちょっと今シナリオ見えたのは、うん、ここなんだろうな、多分な。ここを抜けていくことで山頂に行けるんじゃないかと、まず踏んでいます。うん、ただこのキキちゃんのゲージを壊さないと進めないんじゃないかななんて今思っていて、でちょっと今ヒントボール見えたんで、あの見張りの猿さえいなければ、あ、見張りなのこれ。捕まってるわけじゃないんだね。あ、そういうこと。あ、確かに。まあこれはなんかライトを照らしてます。あ、猿を奪われないためのとかじゃないんだね。猿が見張ってんだね。そういうことだ。別に登れないしな。登れたらなんかもうこれ越えられそうだなと思ったんだけど。確かに。見張りの猿か。あいつをどうしよう。うわ、見た見た。空飛ぶ戦艦。かっこいいもんね。あんなの誰が作ったんだろう。あっちの山の方に飛んでいったけど、追いかけちゃおうかな。探検隊の血が騒ぐな。一緒に行くかっていう。ですけど、探検隊連れてく？お腹プルプルそうだったから、うん、厳しいんじゃないか、ついてこない。ちょっとだいぶ、そうだよね、ついてこれないよね。なんか、まあ、ここが怪しいと。で、うん、見張りの猿が邪魔だと、ヒカルちゃんもおっしゃっている。見張りの猿をどうにかする方法を考えないといけないな。太古の光を、まあ、寸前で手に入れたよな。そうだね。なんか使うのかな。まあ、攻撃技っつってたしな。うん。え、あの危機をなんか倒す方法が、あ、ちょっとあれやってみようかな。あれ、おお、ライトスピードアタック。うん。いや、俺なんかてっきりノーモーションでいけんのかなと思っちゃったけど、これ溜めて
溜めて放ってってことかな。こういうことだ。そういうこと、あ、ちょっとなんか考えすぎたな。だ、ね、ちょっと考えすぎだ。チュートリアルだったんだね、ここはね。そういうことか。でもかっこいい技ですよ。確かに。とスピードアタック溜めてる状態でエネミーが近くにいればスパンとこう、うん、ホーミングアタックチックな強力な動きができると。そういうことですね。来たね、ステージ7、レッドマウンテン。山を登っていこうぜ。ステージも7個目だから結構終盤なんじゃないのこれ、うん、最終ステージくらいまである。でも全然エメラルド集まってないですからね。確かにそうだよね、うん、まだまだあるのかな。あ、なんかくそ、ここもいい感じの BGM だな、おい。そうだからジャジーな、ね、感じでね、いいね、レッドマウンテン。ちょっとあんまもたもたしてるとエグキャリアに置いてかれちゃうんで、ガンガン登っていきますわ。ああ難しい。危ない。大丈夫か。どういうこと、どこに、どこに軸を持ってったら前かな、うん、なんか、ね、ニュートラルだと落ちちゃうんだね。なるほど。いや、ここをまたどこに行けばいいか分かりづらいステージです。分かりづらいね。 あ、こっちか。素直にね、ちなぎに行きましょうか、うん、よしよし。お、あ、なに、運転的なこと。危ない。ごめんなさい、ちょっとなんか後ろからあれ、ソニック目ある、大丈夫。本当だ、目ある。どうした、気を失ってる。怖いから。大丈夫、怖くて。怖いから。あ、何これ。しかもなんか後ろに下がれなくなっちゃった。よし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 。どうした、大丈夫か、大丈夫か。気を失っちゃったな。白目だけになっちゃったね。戻ってる戻ってる。運転が下見えなくて怖いからね。ちょっと気を失いかけてたな。気を失ってるのに後ろ向きでいけるんだ。確かに。うん。でかいバンパー乗り越えて、この岩肌と人工的なこの通路を交互に進んで、あ、スイッチを押さないといけないものもあるよって。そうだね、まだ出てきてない。あ、これか。普通にある、すぐある。一回押したら OK か。よしよしよし。捕まって登ってっちゃって、前目にスティック倒して、うん、また運転して、キー失っちゃって。失ってんのかな。OKOK。 順調進めてるよ。お、ゴーラですね。ゴーラ、危ない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 。スピードに物言わして。 OK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 。 よしよしよし、騙し騙し。うん、壊れてるんじゃないの。うわ、ここ通路がフリーダムすぎる。うわ、なんだねこれ、ね、熱風に。危ない。火山が噴火して熱風に飛ばされたね。なんかモーションもちゃんとしてたね。なんかね、ホットットみたいな、ブワッと舞い上げられて。ゴーラだっけ、うん、はい、倒して、ね、俺は、あ、そういうこと、発射に。はい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 。派手なアスレチック。うわ、これ落ちそう。玉川さんは落ちるでしょうか、落ちないでしょうか。落ちない。任せて、正解させてよ。あぶ、いた。いやいやいや、わざとやんなくていいんだよ。違う違うっす、違うっす、アケチ君、違うっす。そんたかもしないで。えがっかりしないでよ。頑張ってんだ、信じよ。一生懸命やってんだよこっちは。いや、おいしいおいしいね。ステージ難しいんだから本当に。ねこれ。簡単にクリアされちゃ困るよこっちとら。吹き出してる、別に火山とかはどんどん無視して進んでいいのかな。骸骨から炎を吐いてね。何が関係あるオブジェクトかもちょっと分かりづらいよな。ね、背景なのかちゃんとギミックなのかね。わあ、ちょっと危ないぞ。そういうことだ。危ねえ。了解。えい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 、任してよ。アタック上手ですね。いいっしょ。小学生の頃ホーミングアタックできなくて2だからね。あ、そうなんだ、ね、ソニックアドベンチャー2バトルでね、うん、なんだけどホーミングアタックができなすぎです。ちょ、俺も今ここで積みかけてる。あれいけないんだけど。 OKOKOK。 確かに軸が取りづらいよね。そうなんだよ、むずい。よしよしよし、上かな。 OKOK、 来た来た来た。なんかほんと 2D アクションのギミックみたいのを 3D そのまま落とし込んでる感じがね。そうなんだよな、するんですよ。うん、嬉しいような、難しいような。よし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 、バンバン乗り継いで、うん、これは、あ、ん、スイッチがあるけどハンマーに潰されないように。危ない危ない。よいしょ、 OK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 。 結構登ってきたんじゃない、うん、
残機はいっぱいあるからでも、うん、大丈夫そうだ、ね、これは、あ、こういうことってきて、もうなんか火山のね、マグマが見え始めてるもんね。確かにだいぶ上まで来たよ。運転乗りすぎ怖いな、うん、サスケ第3ステージ、よしよし、上かな、これ上もいける、上もいけるか、いや、いけないんだ、見えない壁がある、そかそか、よしよし、これは、あ、なんか変なアングルだけど滑車か、うん、登ったのに、確かに、はい、だいぶ下ってきちゃったよ、大丈夫、なんだ、次のロケットかこれ、あ、違うか、なんか出てくるのかなと思ったけど、マリオ64だったらこれ入ると大砲なんですけどね。あ、なるほど、ちょ、マリオ64パターン期待してみる。マリオ64パターンあるよ。お邪魔しまーす。これは違ったね、火山の中にじゃないぞと。マリオ64じゃない、これはソニックアドベンチャー。そうだ、すいませんでした。あ、火山の中に入ってきて、ちょっとなんか第2フェーズというか、おどろおどろしい感じになってきて、うん、曲もちょっと激しめな、確かに、なんか天井高いな、あ、いいぞ、ちょっとこのスピード、オープンね、スピードに身を任せすぎて、なんだこれ、なんか牢獄があるね、鍵が必要なのかな、別にこれそういうビジュアルなだけで鍵持ってくる必要ないとか、そういうこともある、これはちょっとおしゃれ背景、おしゃれ背景かい、そうですかね、小さな鍵がいるのかと思ったよ、いや、まあなんかね、牢獄なのかな、ここはねえ、デスマウンテンみたいなことなのかなと思ったけど、ゼルダの伝説よね、レッドマウンテンってことなんで、レッドマウンテンだからちょっとあの鍵は無視して全然進んじゃって OK か、危ない、これはバリアに助けられて、危ねえ、バリアある、取っておきたいね、マグマがせり上がって、いいよ、足場が落ち着け、気をつけて、エネミーを、足場をちゃんと位置を捉えて、うん、落ちるから、よし、危ない、 OK、 いやー、前移動で怠ると落ちますから、危ない、マグマがせり上がってる、ゴーラ、ゴーラを、2体のゴーラの上から行けば怖くないよ、よし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 、オッケー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 、あ、また鍵だ、何が捕らえられてるんだこれ、なんかいるよくわかんない、なんか、いや、なんかすごいステージだな、千と千尋みたいに言いましたけど、なんか乗り越えてリング拾って、別になんかもう見逃してたりとかしても危ない、ちょっと待って、これ戻れる、戻れる、危ない、ジャンプ力が結構あった、危ねえ、ちょっとあの墓のオブジェクトに押し出されてちょっと復帰できないかもと思ったけど、うん、危なかった、待って、長いな、いいよ、無視してバンパ行っちゃおう、なんか取り逃したけど、取り逃したけども、なんかあったよね今ね、いっぱい相手、あ、ハテナリングだね、オッケーオッケー、リング美味しいな、すごいな、40リング、うん、ラッキー、リング見て、ストックもだいぶあるもんね、そうだね、その辺はあんま気にしなくていいかもね、よしよし、せっかくならちょっとこの死なないプレイングで、そうだね、これは危険だな、よっ、いいんじゃない、雲みたいのいっぱいいる、お、いいじゃん、来た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 、これか、これで OK、 ここが山頂、もうちょっと上、山頂ではなさそうだけど、いそうだけど ね、 ね、山頂を登ることを目的にしてたと思ったけど、カプセルをなんか開ける形になっちゃったな。そうだね。まあまあ結果オーライか。まあゴールということなんだろうね。うん。うん、よしよしよし。Yeah, it's okay. あ、ね、エッグキャリア追いかけろってたもんね。そうだよ。まあ結果追いかけられた感じなのかな？一応、まだ目の端に捉えてる。だいぶいるね。だいぶいました。まだ間に合うのかな？遠いよね。あれ、青いボディになってる、おい、おなじみの青いボディになってる、おい、よかった、お、気をつけろ、ちょっと調子乗って切り盛りとかしてるの岩肌にプロペラぶつけてみたいなことあるからね、この角度行っちゃって、これは新トルネード号ということ、新トルネード号、トルネード2ですね、なるほど、あ、再びのスカイチェイス、そうっす、これもまだ掴めてないんだよな、頑張ってください、ちょっとトルネード2になったら
よりかっこいい操作を見せていきたいところだが、なんか攻撃能力も上がってるみたいだね。確かに、なんかレーザーが撃ちやすくない？うん、1回で捉えられる敵が多い気がする。あ、そう。ちょっともう2回目のチャレンジね、こっちの方がまあ難しくなってるので、当然。なるほど、こっちを抜かずに頑張ってください。了解。動きが機敏すぎてちょっとガタガタってなっちゃうんですけど、ガタガタってなるともう敵を捉えられないよね。そうなんですよね。ちょっとすいません、画面に注意ということで。いやでもトルネードも今となってはこのブルーのボディ当たり前というか、うん、確かに馴染みですけど、うん、ここで初ですからね。そういうことだ。クラシック時代はずっと赤いですから。そっかそっか。そうなんですよ。はいはいはい。ソニックアドベンチャーでぶっ壊されてここで青くなるんですよ。だ、そういうことなんだね。まさかのこういう経緯があったと。なるほどな。そういうことですよ。確かに青いボディも赤いボディもね、なんかこのソニレキやってるとそんな違和感なかったけど、うん、ここが青いボディはの切り替えタイミングだったんですね。うん、あれ、エッグキャリアの上までやってきましたけどね。またこう巻き込んで、エッグキャリアを巻き込んだ移動するのかな。どういうことをやってるんだろうね、よくわかんないよね。何なんだろうね。乗り込むにはちょっと敵の武装が多すぎるけど、モードチェンジ、あ、どういうこと。あ、なんか形を変えて、はいはいはい、なんかスピードモード、スピードモードっぽいね。かっけえ、羽が X の形になってトルネード2はモードチェンジできるんだ。モードチェンジできる。さすがだな。ただ直しただけじゃないぞと、改良を加えてより性能を上げてきてるな。そういうことですよ。ちょっとより操作がピーキーになってる感じもありますけど、ちょっとこれどうなんだろう。このエッグマンのロボットをこううまく追尾をいなしながら侵入を、タイミングを伺ってる感じなのかな。そうなのかね。侵入するにはちょっと敵が多すぎるっていうことなのかな。あ、再びエッグキャリア上まで移動してきたけど、この X モードでどこまで潜り込めるか。撃墜率が 50% 切るとかだったらちゃんと着陸できるんですかね。確かにね。全然倒せてなかったけどみたいな。そうだよね。数を減らすことが目的なんだとしたら、ちょっとこれミッションはコンプリートできてない可能性あるよね。ちょっとラジで難しい。なんかさ、あの、弾避けるとかいう感じでもないんだよな。ずっとなんか移動を絶えず行って、たまたま当たんなかったみたいな状況なんだよね。でも体力がまだありますから。本当だ。よしよし、大丈夫大丈夫。お、正面に敵のボスゲージが。本当だ。お、これはまずいよ。やられたやつ。危ない。攻撃を避けながら攻めなきゃいけないわけだね。え、どうすんだろうこれ。痛すぎる。危ない。やっぱ弾当たってないってこと？何これ。ダメージ、あの、装甲が厚くて通ってないっすね。うん、ああ、装甲を壊さないと。ん？あのレーザーの時があれなのかな、攻撃チャンスなのかな。ダメージ入ってます？入ってないね。入ってないよね。何これ。ちょっと待って、これじゃあ自利品だな。どうしたらいい。別になんか近づいてる感じもしないし。うん、何これ。何したらいいの。持ってないっすね。ちょっと冷静に。あ、なんかロックオンができたけど、急にロックオンできた。何これ。どうぞってる。あ、よくわかりませんね。あ、待って、これあれか、アクションボタン長押しでまずロックオンできんのか。あー、ロックオンってアクションボタン長押しでしたか。そうかも。ちょっとやり方忘れてたら失礼。そうか、操作方法的にもそういうのがあるんだ。アクションボタンを長押ししてるときにロックできるから。あー、じゃあ、 こういうことか。あの目玉のところ、あー、ダメージ入ってます。はい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 。なるほどね。分かった分かった、そういうことか。なんかホーミングが発生するとき発生しないときが運すぎるなと思ったんだけど、そういうことだ。長押しだったとか。うん、それは失礼しました。いや、ここで掴んだぜ。あ、ない。あ、でもなんかダメージめっちゃ与えてるよ。あ、いいよ。どうしたどうした。え、す、なんか終わったんだけど。あ、なんだなんだ、終わったぞ。蓄積ダメージがあった。急によく分かんないけど急にほころんだな。クリティカルは発生したのか。きた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 、よかったよかった。急所捉えた。実際 50% 切ってますけどね。言った通りじゃん。あ、でもでも、あの、ホーミング機能の使い方が分かったら、そうだね。そうだね。もうちょいいけどね。撃墜もね、撃墜率も上がったんだろうな。
いいぞ。援護キャリアに着陸だ。行っちゃって。しまった。どうした。連携した後は足がない。この X モードは着陸のタイヤが搭載されてない。どうする、どうする。このスピード、このままいくしかない。大丈夫なのかこれは。胴体着陸。近くで見るとますますとんでもない。いやさすがだな、冷静な面で胴体着陸を平然とこなしたけど。もうテイルスはエミを探すっていうことは一応共有されたんだね。なるほどね。テイルスにはちょっとエミを探しておいてもらって、ソニック的にはこのエッグキャリア攻略という感じだね。なるほど。じゃあちょっとエッグキャリアのなら探索していきましょうよ。ね、行ってみよう。